日本関東地方神奈川県横浜市栄区、小月小月は横浜市栄区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示は実施済み区域。栄区の東部に位置し、東は上里市民の森に隣接する。町内に鉄道やバス路線はなく、上里町を通る県道原宿無通ら線の山手学食に入り口を呼び、 本郷車庫前の停留所から JR 根岸線、江南台駅及び JR 東海道線他の大船駅、京急本線、金沢八景駅への路線バスが利用できる。1970年代より宅地開発が行われ、町の大部分は小建ての住宅街となっている。地名は以前の字より取られており、渦木から転じたものである。 1939年4月1日に、横浜市戸塚区に編入され、戸塚区上里町の一部となった。1983年7月18日に、上里町より小月が分離新設。同時に住居表示が実施された。1986年に、分区により、境区尾月となり、現在に至る。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は、 以下の通りである。ありがとうございます。